アキラは行くぞなんかなどこどこやったっけどこやったっけいや今日朝6時に起きてね、はい、いやあ違うかあの そもそもかあれあのおはようございます本当です あかりです。あなんか今日朝6時に起きてね、はい、結婚式前日だっつって、うん、セントリアから那覇に来て、そうだね、であのホテルに着いたんですけど、部屋どこやなどこだここ間違えてたとりあえず一応部屋入る。あったぜ、行くぞ。おわうわ広い広っ、わぁ、めっちゃ広い。バレー、わぁ嬉しい、すごい、勝ってないぞ、すごいね、うわぁ、そう、もう夜夜なんですよ。もう朝那覇に着いて、はい、おのおののね家族のねもうレンタカーでご飯を食べて、そうだね、今ね読谷村のホテルに1個アリビラにいるんですけど、はい、僕たち明日ね、うん、ここで結婚式を挙げるんですよ。そう、もう見えてる。そう、あそこの先っぽ見えるかな、あれ教会の先っぽ、先っぽが見えてるんですけどチェックインして、うん、はい、挙式の打ち合わせとかしてたら、うん、もう夜になったと。そうだな、気も沈んじまったよ。バタバタだったぞ今日なあ。動画は撮れなくて、全然撮る隙なくて今日。そう、本当にちょっとね、まあ暗いんだけどもこんな感じでね、もうほら、やばくない？綺麗だね。うわーって、もうなんかディズニーランドみたいなそこに宿泊者の専用のプールがあって、うん、ビーチもあると、目の前にね。むっちゃ気持ちいいな。なそんなわけで、はい、親族の方をあの結構いい部屋にして、はい、で俺らの部屋はまあええやろっていうところで、そう、なんかね、一番ね安い部屋にしてたんだけど、安い部屋にしてたんだけど、うん、ホテル側のね、はい、この粋な計らいでなんかもう階が高い、もう最上階の部屋にいるんですよ。そう、ありがとうございます。本当に本当に粋と思って、ね、びっくりした本当に粋と思って。そう、なんかみんなにはいい部屋で、うん、私たちはまあええかって本当に言ってたから、そうそうそう、ね、すごいびっくりして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。俺らが結果的に一番いい部屋になっちゃったホッタビ。いやまあね、大体そんな感じでね、はい、ちょっとバタついてるんですけど、うん、何それ、糖質ゼロのサラダチキンバー夜飯沖縄来てサラダチキン、昼はそばでね、夜はサラダチキンにした昨日もね、なんかトマトスープみたいなやつをね、はい、2人で食べたんだけど、うん、明日で終わりだから、でも明日で終わり、全てが終わりすごいな、あーちゃん、花嫁として。ケーキ楽しみだね。そうだな、明日のな、二段ケーキのために。そう、そのために。あーちゃん、今日昼にステーキ食べたんだ、俺違う、何者、何者、違う、付き合いで、家族の付き合いでステーキしかなかったから。そんなことないっすよ、絶対。そんなあの店ステーキしか置いてなかった美味しいからだよ、これ。え、美味しそうなニュースでしょ犬の餌みたいなニュースみたいな。よし、行くぜ。いやー、12時になったというところでね、ちょっとあの部屋めちゃくちゃ汚いんですけどまあそんなことはさておきね、今からね、新郎としてね、衣装を着てきます。あーちゃんはね、もうすでにね、ドレスを気に入ってるんですよ。で、新郎の僕はね、まあそんなにね、言うて準備するもんないんで、服着て髪チャチャってやるだけなんで、まあ後から集合ってところなんで、今から行くんですけど、いや、めっちゃ緊張してきた、なんかやばい、めっちゃ緊張してきた、やばいなんかね、朝ごはん食べてる時はね、2人でね、実感しねえな全然とか言ってたんすよ。こっちはねえわ結構時間がね、迫ってくるたんびにね、挙式の家族式なのにこんな緊張するってぐらい緊張してる。やばいよ俺。
いやーやばいな、マジでやばい。で、何がこんな緊張するかって、今日ファーストミートがあるんですよ。なんかその花嫁さんのドレス姿、ウェディングドレス姿を初めて見るみたいな儀式があって、で僕まだそのあーちゃんのドレスがね、リビングにずっと飾ってあったじゃないですかあれ飾ってあったのは見てるんですけど、あーちゃんがドレスを着てるところは見てないんですよ。あえてあーちゃんのそのウェディングドレス姿を初めて見るっていうところで、あ、もうマジでやばいあ、ドキドキしてきた。もうすぐそこですから、教会は。とりあえず着替えて、あーちゃん待って、そっからリハーサルやらなんかして挙式が始まるね。ここが教会ですね。今日ここでね、結婚式を挙げると。よし、行こう。知らない人のために説明しよう。この花嫁の姿をしたおじさんは、俺とあーちゃんがバレンタインデーの名古屋駅で初めて出会った時に右にいた男。そう、俺の幼馴染である。なぜここにいたのか本当に意味がわからない。どうしたお前いや、俺もわからん。ご両家の皆様、本日は誠におめでとうございます。ただいまより近藤博正さん、あかりさんの人前式を執り行います。
皆様にはお二人の結婚の立ち会い人並びに証人となっていただきますことをお願い申し上げます。まず新郎をお迎えいたします。皆様後方の扉口にご注目ください。新郎のご入場です。次に新婦から新郎へ送っていただきましょう。
ございます。ジャケットは脱がされました、見事に。これでそれは合わねえだろ。サンダルで行くならこれで行くと。あ、いいね、あいちゃんね。2人のポージング。あ、2人のポージングです。On the table, the floor has been swept. It's closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. The things are moving forward. I'm ready to move on. どうだ、豚うめえか。うまい。脂身うめえか、久しぶりの脂身は。Better watch out. You better beware.The rumor is out. I'm out of the cold. Here I come. You better watch out. You better beware. やだけ言ってくれ。はい、無事ね、結婚式と、はい、披露宴みたいな会食が終わりました。はい、あー疲れたね。お疲れ、あいちゃん。お疲れ、こいちゃん。お疲れ様。いろいろ言いたいことがあるんですけどね。まず挙式ね、挙式楽しかったね。挙式は楽しかった。あの、まず、あの、俺は言いたい、なぜ中村がいるんだと。なぜ中村がいた。中村さんね。ホラーだった、ホラーだった。結婚式だから、あーちゃんのファーストミートがだから中村越しだったけど、うん、めちゃくちゃ綺麗だったのよ、本当に。ありがとうございます。本当にお姫様みたいだって、あいちゃん、あれは。さっきずっとさ、お姫様じゃなくてね、なんだ、女王様って言ってなかった。女王様。褒めてる。間違えて結構いろんな人に突っ込まれたんですけど、あの、女王様みたいでした。本当にね、なんかイヤリングとか装飾もしかりで、はい、ございます。完全に綺麗な花嫁さんでしたね。こいちゃんもすごく似合ってました。ありがとうね。かっこよかったです。はい、指輪もね、だから、はい、今日から僕たちはね、ここに結婚指輪を、はい、ついに左手の薬指にはめることになりましたね。そうだね。で、披露宴か。うん、会食。で、あーちゃんが本当に今日の今の今までね、ダイエットしてたからね、うん、そう、解き放たれたと。まあ、すごい、それはね、めっちゃきついのとかじゃなかったけど、うん、あの、なんでしてたってウエストが入らなかったんですよ。コルセットでギュウギュウにしないと入らないから、それだとご飯食べれないからシャーなしやってたみたいな。シャーなし。年をもねえ、すごかった、コルセット外した途端のさ、本当に本当に二人がかりで結局教えてもらった感じで。二人がかりで。そうそうそう、コルセット行きますよとか言って、そうそうそう、やってくれた。本当にきつくて。途中で結局私きつすぎてご飯食べれなくて、かりゆし、みんなが着てるやつ着て、あの、チャック全開にしてね、後ろね、そう、後ろ全開にして食べてたりとか。そう、で、おかげでケーキとかはね、そう、食べることもできて、うんうん、やっと解放されたっていうかね、はい、それも明日からブルーシール食べまくってやる。会食自体もだから、あーちゃん、あ、今そう、髪長いじゃないですか。そう、お母さんがね、昔からラプンツェルみたいな髪型、うん、でドレスとか着てほしいなみたいな言ってたの。だからサプライズでね、今回こうやって髪をラプンツェル風にしてそうやったんですけど、当のお母さん全然覚えてなくて。そう、披露宴はまあ順調にね、うん、ファーストバイトとかもしたり、まあ順調に進んで美味しいご飯食べて、はい、最後に私がお手紙読んで、うん、その両親への貢ぎ物みたいな感じで感謝のね、プレゼントをね、そうそうそう、あーちゃんが生まれた時の、あの、体重と同じね、テディベアか。そう、もうあれがね、ずっと私結婚式の中でも結構夢のものだったから、うん、そう、それをお母さんに渡したくて、で、僕も生まれた時とはまあ関係なく普通にサンダルを両親にプレゼントするっていう。サンダルね、サンダルでね、お色直しサンダルだったの。いいサンダルです。いいサンダルはね、サンダル教を、あの、広めておいたと。沖縄だし、ちょうどいいよね。ちょうどいいと思うね。こんな感じですかね。はい、無事にね、まあ結婚式と披露宴的な会食を終えて今に至ると。そして、そういうことですね、様だと。大変ですわ、もう。すげえぞ今部屋。あんなに広かった部屋が狭く感じるレベルの汚さ。いや本当に、私も今日ね全然時間なくて、メイクルーム行く30分前に風呂入ってたから。下から解散して、は
おのおのの家族でね、ちょっと沖縄を満喫して過ごそうと思います。はい。というわけでね、はい、我々とって笑って旅をしては、はい、結婚式をして、はい、やっと夫婦としての自覚が芽生えてきました。確かに。こんなふつつかものな二人ですが、これからもね、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、沖縄楽しんできます。楽しんできます。バイバイ。バイバイ。はい、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 Behind the Asian lines, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Look at me, mama, what I've become. Mm-hmm.